大田区本羽田にある都立翼総合高等学校。野球部員数は1年生7人、2年生4人、3年生9人、マネージャー3人の合計23人で日々の練習に励んでいます。翼総合高校では他の部活との兼ね合いがあってグラウンドを使える日があまり多くありませんが、その分基礎練習や走塁練習に力を入れ、基本的な技術と体力をしっかりと身につけています。キャプテンでピッチャーの松本選手は負けず嫌いの努力家、常にチーム全体に気を配り、みんなを一つにまとめています。副キャプテンの小堂選手はチームのリーディングヒッターです。小堂選手がヒットを打つとチーム全体に勢いがつきます。新チームのモットーは常に全力疾走。初回から目の前の相手に対し全力を出し切り、一つずつ勝利を重ねていくことが夏の大会の目標です。高校野球最後の大会なので、まずはチーム全体で楽しみ、それに結果として勝ちということがついてくればいいと思っています。うちのチームは厳しい環境の中3年間人数が少なく頑張ってきたので、この最後の夏に目標である夏の大会1勝を目指して頑張りたいと思います。うちのチームは今練習試合でも4点以内に抑えて5点取って勝つということを目標にやってきているので、そんな試合展開にできるように、初回から思い切り全力でプレーできるようにしてほしいと思っております。よし。